888ポーカーは888ホールディングスが所有する国際的なオンラインポーカーカードルーム及びネットワーク2002年に設立されジブラルタルに拠点を置いている世界で2番目に大きいオンラインポーカーサイト当初はパシフィックポーカーとして2002年にサービスを開始し後に888ポーカーと改名した 1997年に888のカジノサイトに参加した世界中のプレイヤーが2002年のサービス開始当初に流れたためサービス開始当初から成功を収めた2006年に第109回米国議会が不法インターネット賭博執行法の発足時には米国のプレイヤーのサービスを停止しなければならなかった888ポーカーはポーカーテーブル上で ウェブカメラの使用が可能なった世界で初めてのオンラインポーカールームを提供しプレイヤー同士の交流を促進することを可能にした。888ポーカーは世界各地のいくつかの都市で開催される一連のポーカートーナメントで年に数回888ポーカーライブイベントを開催する。XL インフェルの XL エクリプス &XL ブリザードの3つのイベントは XL 選手権シリーズとして知られている。2014年から888ポーカーはラスベガスで開催されるワールドシリーズオブポーカーの予選ラウンドのメインスポンサー及び独占オーガナイザーを務めている。2016から2018年888ポーカーはラスベガスのアリアホテルカジノでポーカーセントラルが主催する。 スーパーハイローラーボールのメインスポンサーであった。このトーナメントでは30万ドルのバインがあった。世界史上2番目に高額で2017年で最も高価なポーカートーナメントになった。2018年11月888ポーカーとワールドポーカーツアーがパートナーシップを締結後、すべてのプレイヤーがベルリンの WPT ディープスタックスに直接 参加することが可能となった。様々なプロのポーカープレイヤーや有名人がブランド大使として活動している。著名人として UFC ジョルジュ・サンピエール、デニューソン、ウルグアイのサッカー選手ルイス・アルベルト・スワレスとも2014年に契約を結んだが2014年のワールドカップのイベントのためにパートナーシップは解消された。ありがとうございます。